人生で一番高価だったお買い物なんですか？これ、私ブランド物とか全然興味ないので、どっちかというと家電とか乗り物とかにお金使っちゃうタイプで、大学生の時にすっごい思いつきでいきなり原付バイク買ったんですよ。ちょっと可愛い感じの。まあその時大学がちょっとまあ歩いて20分ぐらいで、自転車でもよかったんですけど、なんかその時ちょっと原付に乗りたくて、原付の女の子の CM がそれこそちょい乗りとかが流行ったような時期とかで、ちょっとスクーターに乗ってる女の子が可愛いみたいな勝手にイメージがあって、で買ったんですけど、結局全然乗らなくて、なんかガソリンのことを考えてなくて、もう本当に思いつきで買っちゃって、ガソリン入れに行くのも嫌だし、なんかガソリンなんて入れ方わかんないし、どうすんのこれみたいな感じで。結局、いや、なんか自転車が一番なんか止める場所も困らないし、自転車でいいってなっちゃって。あ、そう。原付で、駐禁取られたんですよ、私。なんか自転車の感覚で普通に止めてたら、ここは止めれませんってなんか赤い紙貼られてて、それからなんかもう、好きなところに止められないっていう億劫さがちょっと原付にイメージができちゃって、そっから全然乗らなくなって、結局もうなんか半年ぐらいでそれ行っちゃったんですよね。その時でその原付が20万ちょっとしたんですよね。大学生のバイト代で貯めて買ったんで、普段も全然高いもの買わないから、人生で一番高いもの原付かも。スクーターだ。半年で売ったスクーターが一番高いお買い物でした。勝負下着は持っていますか？またどんなものですか？勝負下着っていう別にくくりで持ってるわけじゃないんですけど、相当女子力が低くて、ズボラでパンツとか下着とかも結構ボロボロって言ってたんで、その中で、あんまり使ってない一番いいやつって意味では、それが今の私の勝負下着かも。ピーチジョンのツルツルとレースがこう重なってる何重だよっていう重なっててちっちゃいリボンとかがついてるような、まあ、まあまあ可愛いやつでもねババ臭いんで、あー綿のパンツ一番楽やわーとか思っちゃうタイプなんで、あんまりなんかツルツルしたの履くとね落ち着かないからね、短時間なら着れるかな。はい。というわけで、女子部屋でした。春菜とお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。質問もたくさんお待ちしています。